両五大百潜水艦は、日本海軍の潜水艦。両百型潜水艦の一番艦。1941年の昭和16年度計画により、1941年6月30日、呉海軍交渉で寄港。1941年12月6日浸水。1942年9月23日に竣工し、二島潜水艦に、類別。同日、 横須賀鎮守布石となり、訓練部隊である、クレ鎮守フクレ潜水船隊に編入された。12月15日、第8艦隊第7潜水船隊に編入。20日、旅百は横須賀を出港し、28日、トラックに到着。1943年1月6日、トラックを出港したが、機関故障により引き返した。修理の後2月3日にトラックを出港。 6日、ラバウル北西沖で、浮上構想中、零式水上偵察機から誤爆されるも、ダメージは警備で済んだ。7日に、ラバウルに到着。8日に、ラバウルを出港し、ポートモレスビー沖で紹介を行う。14日1630、ポートモレスビー南南西40階に地点で、輸送船団を発見。先行して2.5ノットで、攻撃地点に移動する。しかし、 護衛の米駆逐艦に発見され、それに気づいた両百は、震度43メートルへ急速先行した。米駆逐艦は、爆雷12個を投下。爆雷の爆発により、潜望鏡が2本とも破損し、機関室と司令塔に浸水。艦は艦首を上にして傾斜するも、その後水平に戻った。20日、ラバウルに帰闘し、修理を受ける。 修理完了後の4月1日、両百はラバウルを出港し、移合作戦参加のためガダルカナル島南東沖に向かったが、ジャイロスコープが故障したため紹介を中止。12日にラバウルに到着。15日、第8潜水船体は南東方面艦隊所属となる。4月22日、両百はラバウルを出港し、 カダルカナル島南東沖に進出。5月14日、ラバウルに到着。5月27日、両百はラバウルを出港し、カダルカナル島南東沖に進出。6月20日、ラバウルに到着。7月2日、両百はラバウルを出港し、レンドバ島南東沖に進出。その後、夜にニュージョージア島の米軍飛行場を偵察するために、 ブランチ水道内で先行中、座礁。魚雷発射管2本と燃料タンクが損傷した。その後、新母島の不時着搭乗員を救助し、部員に移送した。12日、ラバウルに到着。8月7日、旅客はラバウルを出港するが、出港後に7月の座礁事故で損傷していた燃料タンクから燃料が漏れているのがわかり、 一旦ラバウルに戻って、応急修理した後再度出航。8日、深島北東沖を、浮上構想中、米船に発見されて、魚雷4本を発射されるが、幸いにも命中しなかった。同日夜、セントジョージ岬付近を、浮上構想中、米プビーカタリナに発見され、爆弾2発を投下される。両百は、急速先行して退避した。11日、 ラバウルに到着して、修理を受ける。その後、ラバウルを出港して、紹介を行い、9月初めに、ラバウルに到着。紹介中の8月20日、両101、両104、両105、両106ともに、第51潜水隊を編成する。9月7日、両100は、ラバウルを出港し、ニューギニア北方沖で紹介。18日、ラバウルに寄港した後、 トラックに移動して整備を受ける。11月10日、両百はトラックを出港し、19日にラバウルに到着。ゴム製の容器入りの食料を積み込む。23日0500、両百は輸送物資を乗せてラバウルを出港。11月25日、部員北口水道、小山島製法で、浮上構想中、左縁中央部に触雷爆発により、 環境にいた艦長の大金久男隊員と見張りが会場に投げ出された。機関長が急速に沈む、旅客を放棄する、よう指示。その後旅客は沈没した。生存者は部員に向かったが、途中でサメに襲われて死亡する者が出た。生存者12名が救助された。艦長の大金久男隊員以下乗員38名が戦死。沈没地点は、 小江間島西方2階立地点付近、南位06度50分統計155度58分、南位6.833度統計155.967度、マイナス6.833155.967。1944年2月5日に除籍された。ありがとうございます。